ついにロシア軍がクリミア北部へ戦車や装甲車を大移動し、ウクライナ軍の反攻に備えているとの情報をキャッチしたよ。クリミア半島は現状ロシア本土となるため、これは明らかにウクライナ軍の侵攻とも捉えることができるよね。そうなると、昨今の不審な爆発事件に関しても追及しなきゃだね。そうだね。さて今回はロシア軍がクリミア北部に装甲車を大移動していることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。欧州連合 EU が運用している人工衛星センチネル2が、1月21日にクリミア半島の北部を撮影した衛星画像を分析したところ、周辺のヘルソン州とのアゾフ海側の州境に近いメドベジェフカのロシア軍基地において大量の戦車、装甲車、榴弾砲などの兵器が映されているのが確認されていたほか、アメリカの宇宙企業、マクサーテクノロジーズが公開した同じ地点における2月11日の高解像度画像においても同様のものが確認されていたよ。それらの集積されていた戦闘車両の大半が移動していることが、最新のセンチネル2の衛星画像において確認され、移動先の詳細については不明ながら、ロシア軍がそれらの車両を、クリミア半島防衛のための防御線を張ったのだと考えられているよ。また、マクサーテクノロジーズが2月11日に公開したメドベジェフカ付近の衛星画像によると、それら戦闘車両が移動した他に、多数の塹壕や要塞と見られる建造物などによって構築されている、蜘蛛の巣のような網目模様が映されており、ウクライナ軍が、クリミア半島に侵攻することを想定した対策が練られていることを物語っていたね。さらには U の派として有名な対戦車用の楔形のコンクリート障害物も数多く構築されていて、1月3日に公開された衛星画像と比べて防衛陣地全体の規模がさらに大きくなっており、かつメドベジェフカ村の近くに集中していることがわかっているよ。ちなみに U の派とは無限軌道のキャタピラーを装着して、道路以外の不整地でも移動可能である。戦車の突撃を止めるために考え出された人工の障害物で、鉄筋コンクリートなどで作られた、大きなテトラポッドのような三角錐や四角錐の人工物を、敵の進撃軸に対して縦に数列密に並べた上で横に長く線上に構築したものを想像するといいね。確かに戦車は不整地を自由に動き回れるのだが、車両の全長よりも少し幅が広い河川や塹壕などを乗り越えることが難しいほか、突起物に乗り上げると亀状態になることがある弱点を持ち、戦車がこの U の刃を乗り越えようとすれば、底部が先端部に乗り上げてしまいキャタピラーが空転して身動きが取れなくなるよ。この三角錐や四角錐のテトラポッドを戦車が突撃してくる方向から次第に高くなるように縦に4から5列ほど敷き詰めて、それらを横に広く並べた様子が口を開けた U の刃のように見えることからその名が付けられたってわけだ。4月11日にクリミア半島でロシア側が首長として任命されているアクショーノフ氏が、この先に予想されるウクライナの反転攻勢に対して、備えは十分だと言わんばかりに、ロシア軍はクリミア半島をすでに要塞化していて、ウクライナ軍の反攻を撃退するのに、十分すぎるほどの兵員と装備を準備している。ウクライナ軍を過小評価してはいないが、もし攻撃されたとしても対戦車壕や対戦車地雷などによって撃退する準備はできており負けることを想定していない。クリミア半島の出入り口部分に防衛のための構造物を構築するという判断は正しく、理にかなったものだったと思うと手の内を明かしていたよ。そして、西側の軍事専門家の間では、このアクショーノフ氏の言葉を踏まえた上で、ウクライナ軍が計画している反転攻勢への防衛作戦に関連している可能性があると指摘しているね。ウクライナ軍が反攻作戦を展開する公算が高いと見られているウクライナ南部のロシア軍に占領されている地域で最近、原因不明の爆発が多発しており、いわば攻撃準備射撃的なものが行われているのではないかと踏んでいるんだ。テレグラム非公式チャンネルにおいて、ヘルソン州のドニプロ川上流にあるノバカホフカやその近郊で、複数の爆発があったとの報告が上がっており、ノバカホフカにはドニプロ川の水を利用している重要な水力発電施設があり、
そのダム上の橋を大型車両などが通行可能な状態であれば、ウクライナ軍の反攻ポイントの一つとなるだろうね。この非公式チャンネルではノバカホフカ方面から爆発音が聞こえて、煙が上がっていて何かが燃えている様子だ。とも述べられ、これが関連しているかは不明だが、ノバカホフカの地元当局関係者は、ウクライナ軍の砲撃によって民間インフラ施設が破壊され同地への電力供給が断たれていることを明らかにしたよ。また、ウクライナ軍が奪還に成功したドニプロ川西岸地域からも攻撃があり、ヘルソン州のロシア軍政当局によると、ノバカホフカ近郊の村への砲撃によって民間人女性一人が死亡し、その夫が重傷を負っているんだ。さらにヘルソン州の隣に位置するザポリージャ州メリトポリでは大きな爆発音が聞こえたことを、同市のフェドロフ市長が明らかにしたが、同地はロシア軍が統治しており、同州の最前線に展開している部隊の拠点になっている都市であることからウクライナ軍による弾薬庫などのロシア軍の軍事拠点への砲撃か、あるいは住民のパルチザン活動による破壊工作とも予想されているよ。その他、ロシア側ザポリージャ州占領当局の高官によると、メリトポリ市内の集合住宅の入り口付近で爆発が起きて、建物がやや損傷したものの死傷者は出ていないという報告があり、いずれも空爆や砲撃によるものか破壊工作によるものかは今のところ明らかにされていないね。ウクライナ南部におけるロシア軍の部隊配置について、アメリカは自身の機密防衛の漏洩を払拭するかのように、シンクタンク戦争研究所を使って4月23日に分析結果を公表しているよ。その分析によると、ザポリージャ州からドネツク州西部にかけての最前線には、旅団規模のロシア軍機械化部隊が15個、歩兵部隊4個、戦車部隊1個、スペツナズ特殊部隊が2個、空挺部隊1個が配備されていると見積もっているんだけど、それぞれの部隊の消耗が激しいことを鑑みて、3000から4000人とされている定員を充足しているかは不明とされているみたい。この方面における防御陣地に関しては、ドニプロ川東岸沿いからメリトポリを通じてクリミア半島に向かう正面には、3層の厚さで濃密に構築されていると予想され、ロシア軍はこの3層の防御ラインを使って、突撃してくるウクライナ軍の戦力を消耗させる考えだろうね。そこにある塹壕と障害の前に全火力を集中して、攻撃部隊を撃破するためのキルポイントも当然準備されているみたい。確かにその地域の中央部分やマリウポリの西側に向かう正面には、1層または2層の塹壕と障害物が構築されているが、西側の戦線ほど濃密ではなく、また東側のアゾフ海寄りには多数の部隊が配備されているものの、塹壕や障害は少ないと見積もられているからな。このアゾフ海寄りに多くの部隊が配備されているのは、これらが予備部隊として配置されている可能性が高いほか、これまでの損耗が多くて補充されていないために戦力として計算が難しい部隊であるとも指摘されているよね。ドニプロ川に架けられていた橋はウクライナ軍の砲撃によって全て破壊されていて渡れない状況が確認されているけど、三角巣などの湿地帯が少ない箇所であれば、浮き橋などによって戦車を渡すことも可能なんだ。こたびのウクライナ軍の動きが陽動作戦であるのか、あるいはクリミア半島奪還のための、思考であるのかは全く判断がつかない状況であり、今後のロシア軍の防御戦線に注目していきたいところだよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナ軍最大の奪還目標としているウクライナ南部のクリミア半島周辺では、石油製品貯蔵施設や石油精錬施設などにおいて相次いで爆発や火災が発生しているよ。4月29日にセバストポリ軍港近くのコサック湾にあるロシア海軍の燃料タンクで大規模な火災が発生し、地元当局者などの証言ではウクライナのドローン攻撃によって攻撃されたと主張しているらしいな。その他にも、5月3日にはクリミア大橋のロシア側のクラスノダール地方のボルナにある燃料タンクが炎上している動画が SNS に投稿されているね。さて今回は、クラスノダール地方の石油精製施設が炎上したことについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。
ロシアのメディアによるとこの火災での死傷者はなく、消火に全力を挙げているとされているけど、出火原因についてはロシア側の一部のメディアがウクライナ軍の攻撃であるとしているものの、確認されている情報はなく攻撃によるものかどうかは不明なんだって。そして4日には同じクラスのダール地方のさらに東にあるロシア海軍黒海艦隊の基地の一つである、ノボロシースク軍港に近いイルスキーにある石油精錬施設が炎上し、消防隊によって2時間後に鎮火したとしてクラスノダール州の知事がテレグラムに投稿して伝えており、こちらについても西側メディアなどでは詳細は不明としているけど、ロシア側はウクライナドローン4機による攻撃で火災が発生したと主張しているほか、ロストフ州においても州内の石油精錬施設にドローンによる攻撃があり、火災が発生したものの消し止められたとして同州の知事が伝えているみたい。これらの炎上が報告されているロシア側の施設はいずれもウクライナ軍の支配地域からは距離があり、アメリカから供与されている高機動ロケット砲システムハイマースから発射可能な、長射程の GPS 精密誘導ロケット弾では届かないんだよな。また、ロシア側が主張しているようにドローンによる攻撃であるとしてもこれらの施設に対して、これまでにウクライナ軍が運用しているとされてきたドローンは戦争当初に戦果を上げてウクライナを救ったとして称える歌まで作られた。トルコ製バイラクタル TB2 などの大型のドローンでも飛行距離が短いために届かず、アメリカなど北大西洋条約機構NATO各国から供与された各種ドローンでも攻撃は不可能とされているぜ。そのためここ最近発生している、ウクライナ軍の支配地域から遠いロシア軍の占領地やロシア領内へのドローンによると見られる攻撃については、真にドローンが使用されたとするなら侵略戦争が開始されて以降にウクライナ軍が開発したものである可能性が高いことになるんだよね。そこで、ウクライナ軍が開発して製造し、保有しているとみられる、長い航続距離を持つドローンに機種が注目されているよ。一つは、ウクライナ防衛産業企業ウクロボロンプロムが昨年10月17日に、最大 1000km の作動範囲と 75kg の弾頭重量を持つ無人航空機の開発がほぼ完了したとして発表したドローンで、詳細は不明で実用化されているかどうかもわからないけど、ウクロボロンプロムでは侵略戦争以前には、2022年末までにテストを終えて、2023年初頭までに実戦投入が可能となるとしていたことから、ロシアの侵略によって多少の遅れはあるとしても開発が完了している可能性が高いと見られているんだ。ただ弾頭重量が75キロ程度であることから、攻撃対象の目標は限られるとされているが、今回のような防備が脆弱な燃料タンクや石油精錬施設に対しては有効であると見られているぜ。またもう一つのドローンとしては、ソ連が崩壊した後にウクライナに在庫されていたソ連製の、ストリースというジェットエンジンによって飛行する航続距離 1000km の偵察用ドローンで、2023年3月29日にクリミア半島中部のシンフェロポリシ付近にあるロシア軍航空基地付近で爆発が発生した際に、ロシア側のクリミア共和国のセルゲイ・ヤクショノフ市長がロシア軍がウクライナ軍のドローンを撃墜したと発表したドローンがこれだとされていて、ウクライナ軍では自爆攻撃型ドローンとしても運用されているのではないかと見られているよ。このストリーシュは正式名称をツポレフ141とされ、旧ソ連が開発して1979年から1989年にかけてソ連の西側国境地帯に配備され、ソ連陸軍が北大西洋条約機構NATO加盟国の偵察に運用していたジェットエンジンを搭載する大型の偵察用ドローンだったんだ。全長 14.33m、翼幅 3.88m、全高 2.44m。翼面積 10.0 平方メートル、全備重量 6.215kg と大型の機体を、ツマンスキー KR-17A 推力 19.6kN というジェットエンジンによって、最高速度 1100km/h、巡航速度 1000km/h、航続距離 1000km、実用上昇限度 6000m との性能を発揮するみたい。機体のデザインは、ダーツの矢のように後方にデルタ翼が配置されていて、前方には小さなカナード翼が配置されており、
KR-17A ターボジェットエンジンは後部の垂直尾翼の下で胴体の中心より上方に搭載されている形になっているね。ストリーシュの機体は発射用の台車上から固体火薬ブースターで射出され、任務を終えて帰還する際は着陸後の滑走中に機体に格納されているパラシュートを開いて着地する方法をとっているため、繰り返し使用することが可能であり、敵の最前線から後方数百キロメートルまでの範囲を高速で飛行しつつ、地上からの遠隔操縦で偵察任務を遂行するドローンとなっているんだ。ストリーシュとはロシア語で甘つばめを意味しており、ロシア軍ではこの機体にフィルムカメラや赤外線画像装置に EO 画像装置、イメージングレーダーなどの多様な偵察用機材を積み込んで偵察や監視に運用していたが、すでに1989年には全てを退役とさせていたな。ウクライナ軍においても旧ソ連の崩壊時に数十機を保有していたもののやはり一時退役させていたのであるが、2014年のドンバス戦争において現役として復帰させ実戦に投入されており、現在も遠隔操縦装置などを近代化させた上で稼働状態にあるものが多数あるものとみられていて、偵察監視用機器を外した後のスペースに作薬を搭載して発射すれば長射程の自爆攻撃型ドローンとして運用することが可能ってわけだ。ロシアでは4日のドローン攻撃後から、モスクワにおいて GPS の異変が多数報告されているとして独立系メディアが報じており、GPS の誤作動によってタクシーの配車システムやカーナビゲーションなどに影響が出ていると伝えられていて、モスクワ以外の都市でもカーナビゲーションの誤作動などが報告されているというけど、この原因などについては明らかにされていないよ。また、ロシアでは5月9日が対ナチスドイツ戦勝記念日として毎年各地で盛大なパレードが実施されるんだけど、今年はこのパレードが今回の攻撃以前から多くの都市で中止されることが明らかになっているよ。このパレードは軍事パレードとしての性格が強く、プーチン政権が国民の愛国心を高め国威を高揚させるイベントとして最重要視していたんだけど、すでにロシア西部の9つの州の21都市において市民の安全を確保するためとの理由で中止が発表されていたんだ。ロシア第2の都市で、プーチン大統領のふるさとでもある西部バルト海沿岸にあるサンクトペテルブルクは、軍事パレードは実施するとしているものの、航空機による編隊飛行を取りやめると地元メディアが報じていて、例年最大規模となるモスクワ中心部赤の広場での軍事パレードについても、ペスコフ大統領報道官はドローン攻撃後に予定通り実施すると述べているが、こちらもプーチン政権が不測の事態を警戒して航空機による編隊飛行は中止されるのではないかとの見方が広がっているぜ。また、この戦勝記念日では軍事パレードの他に、独ソ戦で犠牲になった家族や先祖の写真を掲げながら市民が行進する不滅の連隊と呼ばれるイベントが実施されるんだけど、プーチン政権ではウクライナ侵略戦争で戦死した兵士の遺族が参加することで、戦争反対を叫ぶ抗議デモに発展することを恐れてパレードの中止を指示しているのではないかとの見方もあるみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。ウクライナがあらゆる兵器を使用してクリミアを奪還すると宣言したね。ロシア軍はすでに弾薬不足で補給路断絶へとつながり、東部だけが膠着状態となっているな。実際のところ、ウクライナがクリミア半島を奪還する可能性はどのくらいあるんだろう？今回はそんなウクライナのクリミア半島奪還について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍によってクリミア半島奪還作戦を水面下で着々と進められている中、ウクライナのダニロフ国家安全保障国防会議書記がウクライナ軍はクリミア半島を奪還するために、国際法で禁じられていない範囲において、保有するすべての兵器を用い、あるいは試験的に使用するという内容文を SNS 上で明らかにしたよ。ついに全火力を持ってクリミア半島奪還に乗り出すわけだね。クリミア半島は2014年、当時の新ロシア派でもあり、ウクライナ第4代大統領ヤヌコビッチの政権が倒れた際に、ロシアが軍事介入して併合して以来、国連や西側諸国が認めていないもののロシアの統治下にあるところだな。ダニロフ書記はクリミア半島はウクライナ領であると逆に主張していて、
ゼレンスキー大統領も再三にわたってクリミア半島を取り戻すと表明していることから、間もなく実施されると囁かれる大反攻作戦がクリミア奪還を視野に入れていると言って間違いないと思うぜ。面積がおよそ2万6000平方キロメートルのクリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州とつながり国会に突き出した形になっている島で、大陸と接続している地域西側にはペレコープ地境と呼ばれる、長さ30キロメートル幅8キロメートルほどで陸続きになっており、その東にはアゾフ海にかけてシバーシと呼ばれる浅い干潟が広がっていて、大陸側から突き出ているチョンガル半島との間にある狭い海峡に鉄道道路併用橋が架けられて繋がっているよ。また、島の東端にあるケルチ半島の東側には、アゾフ海と黒海を隔てているケルチ海峡があって、ロシア南部のクラスノダール地方からクリミア半島に向かって突き出ているタマン半島の西端にはクリミア半島併合後に、ロシアが架けた欧州で最長を誇る 18.1 キロメートルの鉄道道路も併用されたクリミア大橋があるんだ。ロシアに併合される以前のウクライナ領としては、クリミア自治共和国と大きな軍港を持つセバストポリ特別市に分かれていたけど、同国はウクライナでは唯一の自治共和国であり、港湾都市のセバストポリにある軍港がロシア海軍黒海艦隊に、期間限定で貸し出されていたことから、この共和国の管轄外としてウクライナ中央政府の直属都市となっていたね。そして2014年に併合された後、クリミア自治共和国はクリミア共和国と名前を変えてロシア連邦に編入されてロシア領となり、セバストポリはロシア連邦内で共和国扱いとなる連邦市として生まれ変わったってわけ。ロシアが2014年にクリミア半島を併合した経緯は、マイダン革命によって新ロシア派のヤヌコビッチ大統領が失脚して、その政権の崩壊をクーデターによるものとロシアが位置づけ、ウクライナへの軍事介入を行って統治し、その際にクリミア半島はロシア軍の完全支配下に置かれたが、その土地に住む住民投票の結果と判断によってロシアが併合を宣言したものなんだ。ウクライナはもとより国際社会の多くの国家が、この併合は非合法であると承認しておらず、国連総会において住民投票を無効とする決議を賛成100カ国、反対11カ国、棄権58カ国で採択され、クリミア自治共和国は国際社会においては法的に承認されているほか、クリミアタタール人の民族自治機関としてクリミアタタール民族会議メジュリスも活動しているよ。しかし、人口約230万人のクリミア半島では住民の約 60% がロシア人で占められ、ウクライナ国籍の人間は約 24% に過ぎず、住民の約 80% がロシア語を母国語として日常的に話しているため、マイダン革命の際にヤヌコビッチ政権の後を引き継いだ暫定政権がウクライナ語以外の言語を、地域公用語として認める法律を廃止した際には反発する動きがあったくらいだな。これは新ロシアという観点から見ても、東部ドンバス地方のルハンシク州やドネツク州の新ロシア派武装勢力の支配地域と同様の現象が起きているね。そして、ゼレンスキー大統領が2022年8月29日の国民向けビデオ演説の中でウクライナ軍はクリミア半島が併合されて以降、奪還を目標に掲げてきた。今回の侵略戦争は、ロシアが我々の領土であるクリミア半島を奪い、さらに東部ドンバス地方をも奪おうとしたことから始まった。この戦争は、我々がクリミア半島をロシアから解放することによって締めくくらなければならないと主張したため、身の危険を感じた多くのロシア系住民がクリミア半島からロシア本土へ脱出したみたい。クリミア半島はウクライナ南部ヘルソン州やザポリージャ州に展開するロシア部隊の出撃地となった場所でもあり、昨年4月11日にはプーチン大統領によってテロ警戒レベルが上から2番目の黄色に引き上げられており、島に駐留するロシア軍部隊ではウクライナ軍の進軍に備えてクリミア半島の要塞化を進めていることが伝わっているんだけど、クリミア半島のロシア系住民は今までの経緯から不安を強くしているんだと思う。ゼレンスキー政権においてクリミア問題を統括していてクリミアタタール人でもあるタミラ・タシェワ大統領代表が、ウクライナの国営テレビに出演して2014年にロシアが一方的に併合したクリミア半島をウクライナが、
奪還しようとすることに住民が不安を募らせていて、大勢のロシア系住民が家を捨て、クリミア半島から脱出していると述べたよ。2014年以降、クリミア半島には50万人から80万人のロシア人が違法に暮らしているとゼレンスキー政権から言われていて、ウクライナがクリミアを奪還した際にロシア系住民にはウクライナの法律や国際法が適用され、強制的に国外退去処分となってしまうことを恐れているんだろうな。また、クリミア半島の先住民族であるタタール人を支援している、エミール・イブラギモワ氏がウクライナのラジオ局のインタビューにおいてロシア系住民の多くは、いずれウクライナ軍が近い将来、クリミアを解放すると感じており、ウクライナから報復を受けることを恐れてパニック状態になっていると述べていたぜ。2022年8月にはクリミア半島南西部にあるロシア海軍の航空基地で爆発が発生し、ウクライナ軍による攻撃の可能性が高いと報じられた際にも、多くのロシア系住民がクリミア大橋からロシア南部のクラスノダールに逃れ、その車列によって渋滞が発生している様子の映像が SNS でアップされていたんだ。ウクライナでは2023年4月2日にダニロフ書記がクリミア解放に向けた12のステップと題したクリミア半島の解放計画を発表しており、その内容はクリミア半島が解放されてウクライナ領に戻った場合のクリミアや、ロシアの占領政策に協力した住民の取り扱いに関する12項目に及ぶ方針で、ロシアが同島を併合した2014年2月以降の不動産取引の無効化、ロシアの占領政策協力者の起訴、ウクライナへの敵対行為を指導したロシアの協力者に対する厳しい処罰などの罰則のほか、ロシアのプロパガンダに共鳴した住民に対する政策などが示されていたね。ウクライナの脅しによってクリミア半島から脱出するロシア系住民が絶えず、ロシアが指名したクリミア共和国のセルゲイ・アクショーノフ市長は、クリミア半島にはウクライナの反転攻勢に対する備えはできているとして住民を安堵させようと努力しているみたい。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。